こまでで、おめでとう。絶対絶対人違いじゃん。どこも似てないし。こんばんは、ゆみりんが10時15分をお知らせします。多分ほとんど今見てる人ってほとんどメール見てるんだろうなっていう、その2割な、何割ぐらい見てるんだろう。ちょっと今の時点で、今の時点で聞こう。ちょっと今の時点でちょっとメールを見て、あなたユミリンメール1取ってる、2取ってない、はい、1取ってる、2取ってない、なんかあれだよね、これが後半とかになってくると取ってない人とかの割合が多くなってくると。どうなんだ、最初だから逆にどうなんだろうね。みんな実際取ってんの取ってないのメールを。1取ってる、2取ってない、19、あでも半々、いや2が多い気がする。終了。あへえ、半々ぐらいだ。じゃあ取ってない方は半分の方、あの今日私が何するか、はい、この半分の人は知ってるので、意外な結果。どう、皆さんからすると多いの少ないの、この数字は。あ、もっと少ないと思ってた。へえ。なるほどね。注意かと思った。まあでもあれじゃないですか、きっと。なんだろう。初めて2分ぐらいの結果だから。あ、滝の始まったってね、見てくれた人もきっといるんじゃないですかね。多分中盤ぐらいが一番多いのかもね、割合的には分かんないけど。あそうだね、今キャンペーンしてるので取るなら今ですね、はい。まあでも正直に答えてくれてありがとうございます。皆さん30分後にもう一回、そうだね、確かに30分後にもう一回ぐらいやってみようか。キャンペーンって何、詳しくは ST48 公式ホームページを見てください。はい、じゃーん、じゃーんっていうか、その1って答えてくれた半分の人は1000人ぐらいの人かな。もう驚かないやつ、驚いてる人はちょっと今日遅いですねっていう。エクステとか言ってる人はもう完全に2ですね。これはウィッグです。じゃん、髪が伸びました。みゆみゆぐらいの、いやみゆみゆよりね長いと思う多分、はい、そうですね。じゃこんぐらい長い、ここ空いてんの。
そう、春ヒロインの。でももうこれ裏起もあるからね、ちょっともう暑いんだよね。伸ばしてみました髪を。お昼にめっちゃこれで遊んで、またさっきつけました。これはなんかエクステとウィッグの間っていうか、なんかパチって止めてます。まあ、メールだとねもうちょっと詳しくやってる。まあ今日メールウィークなんで、知りたい方はメール取れよっていう話なんですけど、はい、そうなんです。多分今半分の方が嬉しいな、くれてありがとう、メール読んでくれて。そう、カレーはつかなかったです。綺麗に食べた。どうですか、そうこれを踏まえて。でもこれはちょっと長すぎるのかな。なんかこのぐらいにしたい。これいらないって感じかな。このぐらいにしたい。このぐらいだったよね髪切る前。私このぐらいだな、やっぱりこの辺がなんか私っぽいかも。これは切らないですよ。でもねこれね全然ね切ってもいいよって書いてた。これね全部ね韓国語で書いてて、このピンクエイジっていうブランドのウィッグのとこなんですけど、全部ねそのこのな、何なんだろうこの冊子は。結局この冊子はあれかな、カタログなのかな。結局もうあの全部韓国語だから、これと一緒についてるんだけど、なんかねえ結局なんこの冊子はが何なのか分かんない。いや取扱説明書じゃないの、あのいろんな女の人がいろんな形のウィッグをつけてる感じだから、なんかでもなんかわかんないの、なんかなんだろうねわかんないです。でもこれ来て韓国語でびっくりしたんだけど、全然サイトは日本のやつで、あの発送源も日本なので、そう。でも確かにモデルさんはみんな韓国の方だったし、これなんかウィッグにしてはすごい、もっと雑に来るかと思ったらちゃんとこんな箱に入って、これもちゃんとなんかこれ袋に入ってて、この冊子でしょ、あとはなんかこの櫛とかなんかいろいろ、これを立て出すカツラみたいにしてかぼこってやるやつとか、あの編み編みとかいろいろセットで入れてくださってて、今日は目が開かない。でもう眠たい。もう10時半だって。
そう、すぐイメチェンできて、これはかぶってるんじゃなくて、紙と紙の間にこうパチパチパチってつけてるので、逆に地毛の色じゃないとできない。寝るときはつけっぱなし。いや、普通に撮りますよ。ウィッグなので、カツラみたいな感じ。カツラの人、カツラつけて寝ないでしょ。寝るときはちゃんと、そのカツラのとこパコって開いて寝るでしょ。お風呂もつけて入んないでしょ。そんな感じ。エクステよりはだから、カツラに近い感じ。ウィッグなんで。こんな感じ。そうだから、エクステじゃないので全然1日だけとかって普通にできるので、エクステとの違いが分かんない。なんだ、ココアがよくさ、ツインテールにしてるじゃん。あんな、あれな感じに近い。エクステっていうのは髪に直接つけるので、松江区って感じ。松江区が分かんないかな。 松江区な感じです。エクステはまつげエクステだから、まあそっか、普通にそうか。お手入れは大変な、いや、なんかくじといて、置いとく、かぱってみたいです。私もね、今日届いて、今日初めてつけたので、まだちょっと分かんないですけど。シャンプーはできるの、エクステ。あ、エクステはシャンプーできますよ。地毛についてるので、地毛、そう、なんか毛に毛がついてるの。松江区みたいな。だって松江区して洗顔できるでしょ。そんな感じかな。そんな感じの感覚かも。とりあえず、これはね、ピンでついてるので、普通にピンパチパチってやったら取れます。どう？これを踏まえて、これはちょっと長すぎるけど、なんかロング派の方どうですか？ロング派の ショート派の方どうですか？イメージできました？あ、どっちも好き、ありがとうございます。非常にいいです、絶叫。あ、ショート派です。これからの季節ショートもいい。まあそうだよね。一度セミロングが、ずっとセミロングだったじゃん、逆に私。目が開かなくてコメントが見れない。あ、30日おめでとう。ありがとうございます。すごい、こんなに。私はどっちが、私はね、本当に気分によって、日によって違いますね。髪伸ばしたいなって思う人、あ、髪切りたいなってなる人、それぞれ日によって違うので、まあ、だからウィッグがちょうどいいと思います、私には。ですね。でもなんか、さやかさんの一番短かった頃ぐらいには一回したいなって思ってて、ぜひぜひお願いします。
れると怒られる、どうなんだ、怒られるか怒られないかはちょっと分かんないですけど、でもあまりこれピンで、しかもなんか素人がピンでパチパチって止めてるだけなので、これ多分動いたらねめちゃくちゃ取れると思うんだよね。だから私はあんまりコンサートではつけようとは思わないです。握手会でねいつかできたらいいね。これへ、答えしないと思うけど、でもどうだろうね、こういうのも握手会だったらいいけどっていう感じだから多分ダメって言われる気がするあ、これ尋問じゃなくってなんかなんちゃらかんちゃらです。衣装とかあるから髪型は決まってるんですか？うん、特に髪型は決まりはないですけど、なんだろうな、でも表題曲とかだったら髪型の指定はある時はありますね。 MV とかは髪型の指定があったりするので、その衣装を着て歌番組とかだったらその MV の時の髪型じゃないとダメだったりとかの時もあるかな。基本は自由かな。まあでもそう、やっぱり私もすごく思ったけど、歌番組でその MV と全然違う髪型とかしてても、歌番組でこの子わかんないけどなんか気になるなって思った時に MV 見てなんか全然違ったら結局こいつは誰だってなるしね。結構歌コンとか STU 出させてもらってるけどね、結構 STU 知らない方が多いと思うので、そういう時にねこう自分が可愛いと思う髪型っていうより、そういうところでねこう覚えてもらったりとか、MV 見たい、あこの MV 見たいなって思ってもらえるような曲のイメージに合った感じでできたらいいですね。確かになんかまあでもいろんな意見があると思うけどね。でもなんか篠田麻里子さんとかずっと髪型これだったし、高見菜さんもすごくハーフアップのイメージとかあるし、なんかね、やっぱり髪型を変えないっていうのも一つの、なんだろう、一つの手っていうかのかなって思いますね。だから私もあんまり髪型は変えない。歌番組出るときは基本あんまり巻かないことが多いかな。 AKB さんで出させてもらうときも基本は巻かないです。逆に先輩方が髪の毛巻き巻きしてすごく可愛いので、逆にストレートでいいかなって思ってる。そう考えると切るタイミング難しい。そうなの、私だから1年前ぐらいからずっと髪切りたいって言ってて、まあでもねなかなか難しいですね。 そんな感じで1年ぐらい我慢してる髪切るの、うん、あちょっと音入っちゃってる、あ4音量4だった、うん、今日ついかな。
ありがとうございます。5000円、これを、よいしょ、ツイートしようかな。ちょっと明かりが、ここね、ここ地毛なの、これここ地毛、ここ耳かけなかったらわかるんだけど、ここ地毛なんですよね。ほらこんな感じで、ここに挟まっ、ここに挟まってんの。ここは地毛、これ地毛なの私の。これこの長さだけど、ここはウィッグです。だから耳にかけなかったらちょっとこんな感じで分かっちゃう。ほらここが完全に地毛なので、あとほらどほらって全然ビフォーアフターって感じ。これだとこの長さです、もともと。これに引っ掛けてるので、だからちょっと今日耳かけしてる両方、ね、普段あんまり両方耳かきしないから、ちょっとやだな。ちょっとシェーディング塗っとこう。シェーディングするなら痩せろ、バイクーカちゃん。シェーディングっていうのがあるんですよ。シェーディングっていうのは、あ、これ鏡見えちゃう。こんな感じのちょっと茶色い感じのファンデーションよりちょっと茶色い感じのやつをここに塗ると、ここが影になってちょっと小顔効果があるっていうか、ちょっとシュッとして見えるんですけど、クーカちゃんがよく、いやちょっとクーカチャンネルを見直した方がいいですよ。クーカチャンネルで言ってるんです、クーカちゃんが。シェーディングするなら痩せろ。顔ちっちゃくなったかな。まあでもこんなんでちっちゃくなったらね、もういくらでもやるんだけどね。気持ちだよね本当に。どうしたらいいんだろう。あ、本当に目が開かない。実はちょっと地毛の方が茶色いんだよねこれ。あんまりわかんないけど、出てきちゃう。ああ目が開かない。目が開かない、目が。これでいいかな。これにしよう。ツイートします、ツイートします。まあこれはでもあくまであざかったので、また見たい方はぜひ弓メールパチパチしてください。ポチポチっとな。どうしようかな、ピースしてるやつ。これでいいや。髪の絵文字ないのかな。どうしよっか。
フタの裏に住みたい。どうぞ、じゃあ家賃払ってくださいね。やった、収入ができた。それではツイートします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、あのこれだけ見た人は私がエクステつけたと思う。あきんださん、みつきまカレーパンさん、ヤマニンさん、コメッコさん、たけひろさん、クリーミーさん、 CCC 台湾さん、のりヘクスさん、ウルフ、ユミリン、カミヨシさん、夢に向かってさんでしたが、いいねベスト10選手権勝ち抜いた方々、目パッチリ開いてるね。ちょっと頑張った、自撮りの時は頑張ったかなって。ドングもいいね、ありがとう。あ、巻き巻き、確かに、巻かないからな、あんまり。でも最近巻き髪をすごく勉強中です。あ、普段見てない人は気づかないかも。いや、でも逆にこのアイコンでこの写真を出されて髪が伸びてることに気づかない男性はもうおわたですよ、おわた。それは普段見てる見てないっていうか、ちょっと男子って言われるやつですよそれ。女子からするとなんだろう、髪切ったのに気づいてくれないってよくなんか言うじゃないですか。よくわかんないけど、私はそう、髪切ったってみんなに、皆さんに言っちゃうから、あんまりね、握手会とかで内緒でとかないからわかんないですけど、そう。俺めっちゃ気づくの早い。お、いいですね、モテますよ。わかんないけど、きっとモテますよ、まあ、気づかないより気づいた方がいいと思います。やったー、好きもらった、好きの種、あ、素敵な笑顔でありがとうございます。いいえ、あ、久しぶりのロング、確かにね。でも多分また伸ばすと思う、髪、わかんないとか言って多分突然切るんだろうけど、まあ予定は未定なので。シャンプー変えた。シャンプー変えてないですよ、ずっと同じやつ使ってます。でもそろそろ解約しようかなって思って、ネットで買ってるんですけど、月1で来てるのかな、もうもはやわかんない、いつ来てるのか、いつ来てるのかわかんないんですけど、なんか来る定期便にしてて、それでもう結構溜まってきちゃってて、そろそろちょっと一回中断しようかなって思ってます。そう、ネットで買ってます、私のやつ。でもあれ、はあ、月1じゃない、2ヶ月に1回ぐらいなのかな、どうなんだろうね。
かんないです。でも小鳥に日付とか書いたりしないしないしない、うん、かな、うん、まあでも今は毎日家にいるけど、あのね、1ヶ月に家に2回しかいないとかいうこともあったので、まあそりゃたまるわなって感じですね、うん、かな。あ、でもクレンジングは止めた。なんか前使ってたやつがあって、ネットで買ってる。それはなんか個人的に、あ、なんかちょっと合わないっていうか、なんかすごいクレンジングめちゃくちゃ落ちるんだけど、なんか温感クレンジングでなんかあったかくして落ちる、泡で出てくるやつなんですけど、それなんか毛穴の汚れとかもすごい落ちるしいいんだけど、あのなんか匂いがそもそも好きじゃないのといや荒れるってわけじゃないんですけど、なんか匂いが好きじゃないのと、あとはもう使わなくなった、それを。だからこの休み中に解約しました。なんか私その3つぐらいあるから今使ってるやつが、つぶつぶ、うん、全然泡で出てくるやつ、全然つぶつぶしてないですよ。なので、うん、ちょっと柑橘系の感じ、オレンジ系のやつで、なんかあんまり肌にオレンジは求めてないのでし、なんか無理してそれを定期的に頼む必要がないなって休み中に思って、だってこんなに今3つ愛用してるやつがあって、のローテーションの中にそいつ入ってないから、はい、もういいやと思って、はい、解約しました。スクラブはあのラッシュのパワーマスクを使ってます。なんかすごいスースーするやつなんだけど、お、わかんない、1週間に1回ぐらい使ってるのかな。あんまりなんか何曜日に使おうとかいうのじゃなくて、なんか気が向いたら使ってるから、なんか1週間に1回とかあんまり決めてないからわかんないけど、だいたいそんぐらいの頻度かなって思います。マスクやっぱり、あ、私は好きだな。なんかもともとお姉ちゃんが使ってて、なんかもともとお姉ちゃんが使っててっていうのめちゃくちゃ多いんだけど、お姉ちゃんがなんか私が高校の時から使って、中学校の時かな、結構前に使ってて、それを勝手に使った時に、あ、これいいなと思って、なんか山口にラッシュないんだよね。からその広島に来た時にラッシュがあるからそこ行って買って、その時は使ってたけど、また5年後ぐらいに改めて買ったって感じですね。ラッシュはすごい使用期限がめちゃくちゃ短くって、1年持たないのがほとんどなのかな、うん、ですね。そうそう、保存料入ってないんですよ。期限切れしてることある、わかる。てか期限が切れるからもうめちゃくちゃつく、毎日使おうみたいな感じになる。最後の方はもうやけくそかな。あ、ラッシュはどこにあっても匂いでわかる。それな、
匂いでわかる、ラッシュあるって。だからね、あの匂いが好み分かれるよね結構。あの好きな人とあんまり、ちょっとね結構強い匂いがするから、ラッシュって結構匂いがあるから、まあそれが好きな人と嫌いな人と分かれますね。私はまあ普通に使ってるし普通に好きです。入浴剤が結構有名なのかな、ラッシュは。なんだけど入浴剤はなんかこんぐらいの大きさのやつなんだけど、だいたいなんか1回しか使えないの。もちろんなんだけど、これをパッて入れたらもうその日しか使えなくって、だからなんか今家に2個あるんだけど、あのもう家に来てどれぐらい経つんだろうな、まだ使ってない。使えない。なんかしかもなんか人にもらったんだったら余計使えなくってね、なんか申し訳ないけどまだ使ってないです。でもちょっと期限見てみよう。期限切れたらやだな。期限切れる前に使います。ラメ入ってるやつって最後ラメどうするの？うん、なんかラメが気になる人はシャワーで流して出てもいいよみたいなのが確か書いてるかな。うん、そろそろメール投票かな。ちょっとめんどくさくなってる私。別にもういいかな。なんか見てくれてる人が見てくれたらいいやってなってる今。全然そんな、なんか見てくれてる人が見てくれてたらいいです。私には伝わってる。いや、やっぱりやろう。あなたはユミリンメイド1撮ってる、まあ撮ってるか撮ってたか、まあ撮って撮ってた、撮ってる、に一回も撮ったことがない。はい、2の下完全に撮ったことがない。1撮ってる、撮ってない。どうでしょうね。あ、ずっと撮ってる。ありがとう。ありがとう。結局するのね。そう、結局します。なんか、はい。もう自分で生きてるので。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。おお、 66%。 やっぱりちょっと最終より増えた。6割。あ、今月から取った、嬉しい、ありがとうございます。今何人見てるんだって話なんだけどね、きっと今7000人も見てないから何とも言えないんですけど、ありがとうございます。やっぱりそうだね、最初は覗いて見る人が多いんだろうね、きっと。ありがとうございます。うーん、今日から撮ります。お、そしたらこのロング写真がいっぱい来ますよ。明日は1日7つ送ってます。ぜひ、はい、1日7つ送ってます。あー、親をどう説得したらいい。そうだよね、わかるよ。よいしょ。そうだよね。私は奈々さんのメールを取るときに300円月、まあ、税抜きで300円なんですけど、300円そのメール口座からが確かできなくって、あのだからそのキャリア決済でしかできなかったのかな。だからあの
その時親が払ってて携帯の料金を、だからその親が払うことになるから、あの毎月300円渡すのでメール取りますって言った。取っていいですかじゃなくって、取るので、取るから毎月300円、まあ300何十円だけど300何十円払いますって言った。そしたら別にそんなに、だって断る理由なくない？そのお金は自分で払ってるし、お金は自分で払ってるから、私もそういうのずっとダメだった。そのネットで買い物とかもダメだった高校の時は。ダメっていうか、ダメって言われたわけじゃないけど、なんかわかんないけど、なんか暗黙のルールじゃないけどなんか、うん、そうだね、なんか抵抗が、そうだね、だろうな、だったから、なんか全然そう有料会員とか一切入ってなかったし、なんかゲームの課金とかもしたことなかった、うん、ちょっと勇気いるね。あ、何そのアイドルのメールを取るってこと？もうじゃあそれはさ、もうなんか適当に友達がハマってて面白いらしいから俺も撮るぐらいでいいんじゃない？学生だったらもうそんな友達がって言っとけば私もだってSTが入るとき最初、一番最初は友達が受けるからって言った。全然友達受けてないけど、適当にって、うん、か今流行ってるからとか、なんだろうな、うん、これみんな撮ってるらしい的な風間さんのメール撮るって、あ、言った親に。そうだから、なんかだから300円払いますって毎月。うん、友達が使うの懐かしいよそはよそって言わない。あ、うちはそうですよ、うちはね、そういうそっち系ですよ。そう、ゲームが欲しいだの、携帯が欲しいだの、なんか私もだってずっと DS とか買ってもらえなかったから、たまごっちとかもみんな持ってて、だってたまごっちとかもこんなここにジャラジャラつけてる子とかいたじゃん。でもなんか、うん、友達が持ってるからとか今流行ってるからとか言っても、いや、よそはよそだよって、うちはそんなもの買わないよってずっと言われてた。たまごっち懐かしい、えへへね、だから私はね、裏玉が出るまで買ってもらえなかった。普通のたまごっちの時代、なんか流行っためちゃくちゃ流行ったあとぐらいに裏玉っていうのが出たの。裏玉っていうなんかやつが出て、そう、それが出たぐらいにようやくなんか買ってもらえたから、なんか私が買ったのはそれだった。バタモンとかじゃなくって、なんかケータマってあったの、わかる？ケータマっていう
か普通のたまごっちの1個前、普通にみんなが持ってるたまごっちの1個前のやつ、なんで消えたまなんだろうな。携帯たまごっちってこと？怪しい、あ、全然怪しいとかじゃなくて普通に、なんだろう、 3DS ライト、 DS3DS みたいな感じのやつ。携帯の木かな、なんかで、そう、懐かしいな。なんかあれって音出なくできるじゃん、なんかだから音出なくしてたと思ったのに、鳴った時のなんだ、持ってっちゃいけないところに持ってってた時の、鳴った時のもう心臓のバクバク、やばい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 、なんかたまごっちが言ってるみたいなやばい、消してきてなかった、どうしようっていうやつ。とかなんか私はフェリーとかによく乗ってた、香川のおばあちゃんち行くとかの時に、なんかそう消すの忘れて大音量で鳴った、まあ、結構あれって結構音大きいんだよね、鳴ってすごい恥ずかしかった。あるよね、その新幹線で鳴っちゃったとか、難しいな。 ST48 の七並び始まった当初は結構みんな音付きでやってたんですよ。今多分私も含め、わかんないけど予想的だけど、多分メンバーも音出してやってる子あんまりいないんじゃないかな。でも最初はみんな音出してやってたから、握手会行く時のバスとか、なんだ、集合場所とかでST48 の七並べってなるの、誰かのがその家で音鳴らしてたまんまにして、で、あ、しかもなんか大体自分をおしめにしてるから、もう声で誰が鳴らしたか分かるっていう、多分みんなもあるんじゃないですか、あの電車の中でみたいな。 ST48 の七並べもうアウトだよね、 ST48 のって言ってるからさ、あの何のゲームか分かるよね、面白いよね。油断してると、そう、油断してると、うん、バスの中で鳴って焦ったね、焦るよね。ちょっとツイッター見よう、ユミコお姉ちゃん、なんだい？なんだい、弟よ。偽物の弟よ。私の弟は、ユミコっていうかな。ユミコっていうかも。あと、ね、なんか、おーいみたいな感じで、言われるかな。うちのお姉ちゃんが、お姉ちゃんのことを多分姉ちゃんって言ってるの。だから私は、その姉ちゃんが二人いるから、お姉ちゃんのことは姉ちゃんって言ってるのかな。いや、名前で呼んでるかな。私はね、なんか、僕っていう僕っていう、名前で、そのあだ名で呼ぶときもあるし、フルネームで呼び捨てで呼ぶときもあるし、基本ね、僕そこどいてっていうかな。
そんな離れてない そんなに離れてないです はい、僕っていう、でも多分自分のことを僕って言ってないと思う今かな。あの基本名前で呼ぶかも、呼び捨てかも。なんかなんちゃらーってご飯できたって言っとるよママがーって言う。あとはなんかショールームしとるけん静かになんちゃら LINE とかでなんちゃらショールームしとるけん静かに帰ってきてみたいな感じだったりとか。いとこがいてちょっと離れたは由美子ねえねって言ってくれる、いまだに。かわいいよね、ゆみこねえね。ちっちゃい頃はゆみこって言えなくって、うみこねえねって言われたの。かわいくない？ゆうが言えなくって、うにこねえねって言ってくれてた。かわいい。うにこ。そっか、ユミリンこれはエクステねって。あ、やっぱりそうやって思う人いるよね。違うよ違うよって返信したい。やっぱり伸ばしたくなったの。僕は割と最近のセミロングっぽいのは気に入ってたけどね。汗。違うよエクステじゃないよ。リップ新しいの買ったの？買ってないです。巻き髪に合う、ありがとう。なんか似合ってるよ、嬉しいな。ありがとう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 。エビリンが一番かわいい、ありがとう。そう、ショールームで。そう、基本ねショールームでリップ編です。よっぽどなんかない限り多分リップ編はしないですね。はい、しないです。なんかあったら本当に、しかもなんかあれだね、ショールーム中に返信することがツイートすることが多いから私は。なんか面倒くさそうだなって思う、その誰に返しただの誰に返してないだの、この時間例えば何分までに来た、何分までリプ返しますって言ってなんかすぐ送ったのに、なんたら言われたらなんか私は面倒くさいってなっちゃうからなんか今のとこする気はないですね。そういうのは言うのってごく一部の人なんだろうけど、きっと。だから役持ち役から返さなくていいや。そうだね、じゃああなただけに返します。 For you For you。そう、公平は難しそうだよね。うん、難しい。だからいいねもしないし返信もしないです、今のところ。まあ何かあったら、何かあったらまたいつかしますね。ヒーピカンピンカン。なんかLINE と iPad を連携して iPad の方で音が出なくな、できなくって、どうしたらいいのってなっちゃう。
コンってなっちゃったし。でもね、一番ね音ちっちゃくしてるんだけどね、なっちゃうの。 LINE だけなっちゃうの。あ、 LINE の通知切ればいいのか。後でやります。LINE の通知切ったらいいんだ。そうします。iPad、 そう iPad、 もうなんか、なんか七並べ専用みたいな感じになってる。通知音は消してます。あ、でも私も消してる。携帯の方はでもブーってなる、なんか来たらブーって。基本はそうだね、マナーモードにしてます、家にいる時も。ただ寝る時はマナーモードを解除して寝ます。なんか万が一のことがあったらあれなので、万が一そのもう急用で電話とか来た時に起きれるようにしてますね。とかまあ自分が寝坊してマネージャーさんが電話くれることとかもあるので、たまにそういう時に起きれるように、まあ起きろって話なんですけど、はい、寝坊とか。そうだね、あとは何だろう、こう本当にいいことでも悪いことでも時間は選ばないじゃないですか。だからなんかあった時にすぐパッて取れたらいいなって。別にそういう職業してるわけじゃないんですけど、そんな、なんかお医者さんみたいな感じのすぐ行けるようにみたいなじゃないんですけどね。画面の右腕をピッとすれば iPod のマナーモードに。マナーモードってどうやってやるんだろう。マナーモード、だってさ、iPhone はさカチッってできるじゃん、このロックみたいな。これはさ、なんかそのさ横に動かないんだよね、ボタンが。どこでやんの、これは。まだ全然 iPad をね使い慣れてないんだよね。本当に七並びしかしてない。コントロールセンターのベルのマーク、あ、消し音モードになった。それ合ってる、消し音モード、消し音モードできた。あ、消音できた。ありがとうございます。なんか本当に何でも知ってるな皆さん、ありがとうございます。眠たい、眠りたい、痛くなっちゃった。お、1万人ありがとうございます。今日はロングロングでした。でもこれぐらい伸ばすのにどれぐらいかかるんだろうな。私今ここだから1年ぐらいかな。1年で伸びないか、1年で伸びないな。1年半2年ぐらいかな。しかもこれちょっと巻いてるから、巻かなかったらもっと長いしね。おへそぐらいまである、おへそまであるんだ。ここまでは伸ばさないかも。ただここまでは伸ばしたい。で、私この辺の長さのイメージだよね。なんか風を待つとかこんな感じ。出航とか、出航と風を待つが一番 MV としては髪が長い気がする。だからいつ出るかわかんないけど、5枚目がもしねこの半年以内ぐらいに出るんだったら
と5枚目がこの STU 人生の中で一番短い髪の MV になるんじゃないかなって思います。ね、5枚目シングル楽しみにしてますね。私もすごく楽しみにしてます。1年で大体12センチ伸びる。あ、そうなんだ。まあ個人差があると思うけど、まあそんぐらいなんだ。じゃあこんぐらいか。あ、いけそうな気がする。12センチか。でもあれだね、こう毛先とか切っちゃうからな。ちょくちょく、うーん、 STU ファン延期になれて、まあそうだよね。もう本当に、じゃあ、いやもう本当にそう、本当にそうだよね。なんかね、本当にそうだよね、だろうねって感じだよね。どうする、6枚目も延期したら7枚目も延期、逆に延期で売っちゃう。まあでも別に、なんだろうな、全部こう意図した的な延期じゃないから、どうしよう、どうも言えないこともありますよね。なんか仕方がないっていうか、豪雨だったりとかコロナだったりとか、なんだろう、自分こういろいろ考えた上でだからね、難しいですよね。うん、前髪はねちょっと長いね、今ちょっと巻いてます。最近前髪がうまくセットできるように、セットって言うほどじゃないけど、全然ふさってやるだけなんだけど、なりました、うん、はい。なのでやった、女子力が、女子力って言うのか分かんないけど、ようやくなんか人前、人一人前ぐらいのことができるようになりました。また明日、明後日ぐらいから配信のアングル変えようかなって思ってる。手持ちだったり場所変えてみたりとかします。またイエイ。いろいろ変えてこ。壁際好きだったね。えまたいいよね、いつか。あ、あとそうだ、じゃん、ボム6月号ようやく手に入れました。え、でかい、大きい、すごい大きい、このぐらい、めっちゃ大きい。へえ、私隠れちゃう。どっちは、どっち、みんなはどっち貼る、どっち貼った、こっち、それともこっち。縦の方、へえ、あ、2冊買って両方貼るしか、まあそうだね、そうしてください。あとはね、この最後のページにアンケートの絵が描いてあるので、今月号の表紙の感想を教えてください。大変良かった。あなたが好きなアイドル、女優、女性タレントをフルネームで3人組書いてください。滝野由美子、 STU48、 まああと1個あるんでなんか書いて。
ボムの表紙&関東特集に取り上げてほしいアイドルをフルネームで3人組過去組答えてください。滝野由美子 ST48、 まあ、なんか書いてください。今月号を知ったきっかけを教えてください。アイドルのブログ、ツイッターなどで知っただといいのかな。どうなんだ。今月号どこで購入しましたか。本誌付録であなたが欲しいものは、あーでもクリアファイルとか欲しいな。ステッカーもいいよね。ポスターもいいけど、ポストカード、ステッカーとクリアファイルが欲しいな私は。まあそこは個人的に皆さんなんか欲しいやつ書いてください。ブームの感想を自由に書いてください。やってほしいグラビア企画、特集企画でも構いません。ST48 の表紙が本当に本当に良かったです。みんな可愛いです。また ST48 出してほしいです。あとは、岡田奈々ちゃんと滝奈美子ちゃんの、なゆみコンビのグラビアを、なゆみのグラビアが見たいです。てかこう、私はそうやって書きます。あと ST48 表紙のクオカード、これのクオカードが当たるみたい。あとは私たちのサイン入りチェキ、そして直筆サイン入りペンケースね。聞いて、私直筆ね、これまたさ、この話するけど、これの話、この86ページのその直筆サイン入りペンケースプレゼントの写真が個人的に一番可愛い。やっぱり私なんか言って笑うより、なんかんって口閉じて笑ってる方が好きだな、自分の顔が。わかる。そう、なんかあんまり雑誌の撮影とかってんってやると、なんかあんまり力入ってる写真使われないんだよね。使われないっていうか、うん、そう決めてるとあれなんだよね。だからそう、でもこの写真は、このペンケースの写真はパパッと撮ったっていうかだったので、普通に自分の顔っていうか、かわいいっていうか、それが一番なんか私的になんかその写真が好き。このペンケースの自分って感じがすごい。あとは直筆サイン入りフォトシールっていうのが当たるみたいで、そう、フォトシールにねサイン書いたんですよ。これはどこで見れたっけな。ほんとだ、表紙クオカ、これ86ページなの載ってるな。このねフォトシールもね、ちゃんと自分で選んだ、どの写真がいいかって、そのスタッフさんが撮ってくださった。個人的にはこのなんか枕持ってる写真が一番可愛いなって思うので、それ当たった人はもう当たり中の当たりです。おめでとうございます。私が一番この写真がいいなって思ったやつ、あ、やっぱり口閉じてるからだ。これもうわ、やっぱり私口閉じた方が好きだな。口閉じた方が好きだ、うん。あ、ミサンガも当てたい。ミサンガも当ててください、ぜひ。閉じていこうで。でもなんか閉じるあんまり良くないんだよね、こういう雑誌からすると。撮影であんまり口閉じてにっていうのはあんまり、そう、良くないんですよ。口開けて笑ってって言われる、そして口にってやったらおすまししてるみたいな感じになっちゃうのかなって。そう。だからアーシャとかもなんか自分は口閉じた方が絶対好きなんだけど。難しい。でもこうなんだろう、んってやるのも好きだけど
なんかいいって笑えてからこそのねものがあるので、こう自分の得意なところに逃げず挑戦していけたらいいですね。そうですね、そろそろ終わりますかね。充電もそろそろなくなっちゃうので、私のちょっと眠さが、眠たい。今日もそうお風呂溜めてきた、7時に来ました。だな、いい感じの今日は。そうこのトップスおしゃれありがとうございます。春ヒロインの私いて、ここがしかもなんかこっち空いてないけどこっち空いてるっていうのがすごい小島子さんだな、さすが小島子さんだなってすごく思いますね。本当は私これのもう一個の色の方が欲しかったんですけど、そっちがもう完売してて、なのででもこの形が欲しかったので白を買いました。うん、そう私アシメが好きなの。このなんだよく半分でデザインが割れてるやつとかもすごく好きだし、そうだよね、今日で小島子さん卒業して1年ってすごいツイッターでもインスタでも書かれてて、でもそんななんだろう、まだ1年もう1年って感じですよね。今日浴衣も上がってて春ヒロインの2種類、なんかめちゃくちゃ可愛いなと思ってます。本当に春ヒロインがすごく好き、だなって、なんかこの休み時期中ってすごくネットパパパパって見るんだけどより感じましたね。うん、だから本当に小島子さんってすごいなって思います。うん、ね、ゆめりもブランド出してみたい。私はね、なんだろうな、あんまりこだわりがない人なので、あのいいのができないと思うからやりたくないです。これでいいやってなっちゃうの。小島子さんとか絶対、小千春さんとか絶対この試作品を出して、いやここもうちょっとあと1センチ長い方がいいとか、こここうやった方がなんかスタイルがよく見えるとか、絶対こう着る人の妥協しないっていうか、こう着る人のことをすごい考えていかにこだわってなおかつギリギリの価格で出せるかとか多分めちゃくちゃ考えてると思うんだけど、私はあんまりこだわりがないので、いい意味でも悪い意味でも、そういうところに行ったら多分悪い意味で適当になっちゃう私がやったら。なのでなんか自己プロデュース力もないし別に、だからなんか私はね向いてないってか思いますね、そういうの。多分そういうの作ったらファンの人は買ってくれるんだろうね、きっと。皆さんはあ、いいねって言ってくれるんだろうけど、うんって感じ。別に、お互いきっとそれを求めてないと思う。あ、確かに靴下とかはいいかもね。靴下は楽しそうだな。靴下プロデュースいいね。もともとユミラーで売るっていう、小島子さん推しだったのに、別に推しと同じことする必要はないんじゃないかな。別に私も奈々さん好きだけど奈々さんにはなれないし、私も奈々さんではないので、一応
ミニオンにする。ああ、それはね、もう違うところがいろいろ絡んできて、結構お値段しますよ、きっと。お値段と時間がかかりますよ。そうですね。ああ、モブメで言ってたエミリングッズの話か。あれはね、全然ね、なんかもう忘れちゃった。もう忘れちゃった。めっちゃ考えてた。もう忘れちゃったな。でも多分忘れるぐらいだから、そんなにあれだったんだと思う。グッズ、そうか、グッズ考えてたの。待って、どんなんだっけな。どんなやつ考えたっけな。ちょっと、でも、なんか、私あれなんだよね、ここに貼るやつを作りたい。転写シール、ライブとかでつけれる。をそのコンサートで出したい。転写シールみたいな。そう、フェイスペイントっていうのかな、転写シールな感じ。そう、お祭りとかでつける。お祭りでつけるのかな。そう、タトゥーシール。そう、タトゥーシールみたいな感じ。そう、タトゥーシールみたいな感じで、なんかのやつ。柄とかは分かんないけど、ツアーだったらここになんかツアーのロゴ入ってたりとか、なんかもし自分がね、ソロコンとかやるんだったら、滝浪子ソロコンサート、なんかなんちゃらかんちゃらみたいなのとか、サックスとかアンコとか、なんかいろいろあったらいいよね。コンサートって感じがする。やったな、私。ハロウィンでやった。多分見たことがある人が多いだろう、私のハロウィンの危機の写真。ソロライブ東京でして、まあしないですからね、どこでも。 東京でして以前に、ソロライブしないですよ。まあ今のところなんで予定は未定ですけど、予定は未定ですけどね。これはイニスフリーのリップクリームでーす。なんて書いてあるか分かりません。なんかきっとリップクリームみたいなこと書いてる。イタリア語でしょう。切る。韓国語だよー。カムサハムニダー。マシッソよー。マシッソよー。キンチノよ、キンチノよ。食べてないからね。キンチノよ。笑ってる笑ってる。おー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 って言ってる。おーおーおお。なんて言ってるの。けんちゃなやってないんだっけ。大丈夫大丈夫って、大丈夫って言ってる。来てる。あ、桜のやつ買ったって。いいね。
みじゃかわいい、ありがとう。カモサムニだ、めっちゃ美人、ありがとう。カモサムニだ、眠く飛んできた。うん、全然眠たい、全然眠たい。でもやっぱり横髪があった方が私安心するな。飛びしゃ買った、私も買った、お届けだね。絶対結婚しようね、絶対結婚しような、絶対結婚しような。結婚ってどうやったらできるんだろうね。ふとした結婚、なんか結婚してる人は ただいまそろぼち終わります。あ、お見合いしたら、じゃあお見合いに来てください。まだ今はできないですけど、はい、5枚目シングルが出るってなった時にポチッとしてくださったら、はい、お見合いができます。はい、お見合いしましょう。他には可能性はありません。そうなの、それは違うんじゃない、別に、うん、誰とは結婚しないとかはないな。あ、ご趣味あって今度聞きますね、聞いてください。夢いるけどお見合いって大丈夫。ああ、じゃあお見合いじゃなくない人は普通に握手来てください。でもお嫁さんってか、嫁さんの許可取れたら全然お見合いに来てください。まあでもね、そうだね、お見合いはお見合いですから。お見合いは浮気に入るのかな。ご趣味は、私の趣味は鉄道鑑賞です。あとなんだろうな、最近ハマってることは、花嫁修行です。最近料理を頑張ってて、この前肉じゃがを作りました。あとは、豚肉の生姜焼きとか作ったり、料理をすることがすごく好きです。あとは最近すごく掃除も頑張ってて、お洗濯もしてるし、なんか服とかも買います。あと髪の毛巻くのとかも頑張ってるし、なんか最近美容を頑張ってます。お風呂は長いです。あ、子供は好きです。子供めちゃくちゃ好きで、ずっと保育士になりたかったです。しばらく、はい、あ、ミサンガ作れます。でも裁縫は苦手です。私玉留めができないんですよね。ゲームは好きです。ゲームは ST48 の七並べがすごく好きです。以外はあんまりゲームはしないかな。まあ、熱盛が手に入ったら熱盛しますけど、はい、アイロンはかけれると思うけど、一人暮らしをしてアイロンを使ったことは1回しかないです。アイロン台とアイロンを一人暮らしするときにお母さんが買ってくれたんですけど、
1回しか使ったことないんで、ずっと押し入れにあります。特技はまあ一応サックスがちょっとだけ吹けます。あとオセロ、オセロで全国大会に行きました、小学生の時に。好きな食べ物は、生クリーム、もんじゃ、マンゴーです。自慢できることは、自慢できることは、よく寝ます。自慢できることってなんだろうな、私が自慢できること、なんかなんだろうな、ずっと楽しそうあ、寝起きは良くないです。身長164です。なんか絶対それより高いだろって言われるけど、絶対164です。はい、マネージャーさんに聞いてください。うん、証拠写真とかあるんで。座右の銘は、プロとはその道での苦労を楽しめるということです。朝ごはんはご飯派ですか？あ、そこも重要だよね。朝ごはんパン派かご飯かも重要だよね。特にこだわりはないです。相手に合わせます。はい、足のサイズは 24.5 です。じゃあちょっと私が逆に質問するね。何質問しようかな。相手に一番求めることは何ですかそう、お見合いとして、今お見合いとして、お見合いで聞かれたら、楽しさ、優しさ、本当に一番求めること、その、あ、金銭感覚ね、居心地の良さ、優しさ、礼儀、何も求めない、性格、可愛さ、癒し、気遣い、あなたからの愛です、収入、楽しさ、生活力、思いやり、なるほどね、気遣い、趣味が合うこと、あ、価値観大切だよね。家族を大切にすること、それも大切、将来一緒の家族になった時にね、だよね、幸せ、フィーリング、優しさ、相性、顔ってさ、ずっとこんな顔なわけじゃないじゃん。私も50年後この顔じゃないよ。下手したら10年後も5年後も顔は違うじゃん。このずっとこのままじゃないじゃん。だから顔って言ってる人って、年取ったらどうなるんだろうこの人ってめちゃくちゃ思う。嫌とかじゃなくって不思議、すごく人間は老けるか、そう、私もシワシワになるよいずれ。あ、若い子に来た、まあそうだよね。そうだよね。だからなんかお互いシワくちゃになりたいよね。あ、男と女の違い、そうなの、それが男と女との違いなの。うん、最初は顔から入る、なるほどね。うん、目玉焼きは何つける。目玉焼きは、あんまりこだわりはないかも。なんかそれつけられたらそれで食べる。ソースでもいいし、塩コショウでもいいし、マヨネーズでもいい、醤油でもいい、なんでもいい。これじゃないと嫌だってのはないし、別になんなら何もつけなくてもいいかな。あまり目玉焼き食べないな。あ、ちょっとそろそろ終わります。
充電が持たなくなっちゃう、きっと。12時までやると。13位高弘圭吾さん、ありがとうございます。12位あきんどさん、ゆみりん超不足中、ありがとうございます。11位あきんどさんじゃない、11位杉谷さん、ありがとうございます。10位なおさん、毎日いろんな姿が見えて楽しい、これからも自由に行こう、自由に行こう、ありがとうございます。キーファルコンさん、ビッグイミリー好き、おお、ありがとうございます、嬉しい。8位しぜいさん、ゆみこ大好き、自分のことだったらこの際に言ってね。何が何が何がですか。なんかよくそういう人いるけど、なんか何がってなっちゃう、こっちはよくわかんないし、なんかあんまりそういうのをごにょごにょ気にしない方がいいと思いますよ。私も本当に何のことかわかんないけど、なんかまあお互い気にせずいきましょう。そう、なんか気に障ったらごめんなさい。そう、よくなんか例えばこれ嫌なんですよねって言って、え、これって自分のことっていう人よくいるけど、違うから全部指針だと思ってくれていいけど、全部指針じゃないから、あの全部自分のことって、なんかあ今日も素敵だよとか、なんかあなたのこと言ってるよとか言うけど、それは自分のことって思ってくれてもいいけど、そう、まあ気になさんな。私もあんまりそういうのを言われるのが好きじゃないから、なんかやめてくれたら嬉しいな。うん、ありがとうございます。でも壇上7位力也さん、ありがとうございます。6位おいでます元気さん、女神今日もいろいろ考えてミリアリ配信ありがとう、こうしたことありがとうございます。5位ひとみさん、ありがとうございます。ゆいみずさん、今日もありがとう、ちなみにアイロン得意です。お、じゃあ任せた。うちのでもあんまりねアイロンするものがないんだよね。うち基本アイロンかけないといけないものは着ないです。でもそういう時はじゃよろしくお願いします。ありがとうございます。3位ハルミンさん、ハルミンさん滝の美子神吉、ありがとうございます。2位スランプくんさん、毎日握手会で会える日を、心の支えに仕事してるよ、頑張ろうお互い、ありがとうございます。1位ルローニさん、よいしょよいしょよいしょ、今日からメール取ります。すごい、ありがとうございます、宣言。じゃあよろしくお願いします、明日から。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、なんかよくわかんないけど、なんかそうたまにこう私のこと、私って あなた皆さんのことね、のことに対してふかつしてる。復活してる？よかった。みんながバイバイ言ってるからさあ、なんか止まっ暗闇になってるのかと思ってた。よかった復帰した。よかった、ありがとうございます。消えちゃった。あ、美人だから見てる。ありがとうございます。なんかそう配信終わってからとかもなんか。なんかよくわかんない、自分のこと言ってるでしょこれとか勝手に言ってる方いますけど、なんか、都合のいいように捉えたらいいですよ。なんかファンの人が優しくってって話してたら自分のことだなって思ったらいいし、
あ、ユミリンも気にしないで、ありがとう。でもなんかそういうの毎回されるとね、毎回じゃないけど、なんかたびたびされるとちょっと気になっちゃうかもしれない。なんかメールの返信とかって基本的にメールの返信だから、メールの返信じゃない、何か言われてもこっちは返信、リプライはできないので、なんか違うのにってなった時に言えなくてすごくもどかしくなっちゃうから、メールの返信はぜひ、メールの返信っていうか、なんだろう、返信してくれたら嬉しいなって思います。こう言いたいことだけ言ってすっきりってなったら、こっちはすっきりしてなかったりするから。まあその時はその時で。ユミリと結婚できると思って生きてます。お、いいじゃないですか。絶対結婚しような。それではあと7分あるけども、ちょっと終わりたいと思います。きっと充電が7分持たないので、今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りやみりん。おやすみなさーい。バイバーイ。